監獄島の調査？ああ、これまで多くの独房エリアを探索してきて、残りはそう多くない。そして残す結色少女もアリスという少女だけだろう。他に結色少女の可能性があるという人間の情報は確かに聞かないね。であれば、ここらでアリスの捜索と並行して監獄島の調査も視野に入れてみるというのはどうだろう。今までは守ってばかりだったが、少しずつ攻めに転じようってことか。嫌いじゃねえぜ、そういうの。そうだね、景色少女は順調に集まってくれてる。ここらで動き出してもいいと思うね。もちろん無理のない程度でいい。慎重に攻めていこう。わかった、その計画でいこう。これがうまくいけば安眠できる世界がゲットできるってわけっすね。今だって匠は十分に爆睡してるじゃねえか。でも本当、希望が見えてきたよね。うん、最初の頃は監獄島の調査どころじゃなかったしね。この場所を見つけるのも立て直していくのも大変だったでしょう。そうだね。でもこの場所に拠点を構えることができたのはハーメルンのおかげだよ。そうなんだ。うむ、これもひとえに我が住処を提供してやったおかげである。うわ、偉そう。まあ、ハーメルンの助けがなかったら僕たちは今ここで暮らせてないから。メルンのおかげでラプンツェルはこうしてジャックと遊べるの。そうだね。ラプはジャックの肩に乗るの本当に好きですわね。うん、楽しいよ。まあ、こんな平和な光景もこの新しい拠点がしっかりと発展してくれたおかげだね。それで監獄島の入り口はどこにあるのか分かってるのかしら。ああ、一つは元街道沿いエリアで、もう一つは元墓所エリアにある。そして最も近いのは元街道沿いエリアにある入り口だな。元街道沿いエリア、なんだか久しぶりに聞いたね、その場所の名前。そっか、私たちがバラバラになったあの場所か。うん、それとジャックとアリスに初めて出会ったあの場所だ。俺たちだってあそこに捕らえられていたんだぜ。そうそう、最初はうつうくんにいきなり得体の知れない液体かけられたよね。うん、あの時はごめん。ううん、怒ってないってば。おつうくんたちがいなかったら私きっと生きてなかったもん。そっか、あの場所に行くんだね。まさか元解放地区に立ち寄ったりなんてしないよね。赤月、大丈夫だ、あの場所には立ち寄らないよ。それに謎のナイトメアが逃げた方向の道は塞いでしまったからね。元解放地区の近くすら通らないかも。そうだ、
元街道沿いエリアといっても別のルートを走破することになるだろう。うん、だから元解放地区は今回は無関係だよ。ちょっと待って、旧芸術通りエリアの方にも監獄島への入り口はあったじゃないの。そうですよ、お姉様たちがいる方から行けば近いんじゃないですか。あなたたち一緒にあの場所の調査には行ったのだからわかるでしょ。あの監獄島の入り口は壁のせいで正面に回り込めない作りになっていたでしょ。そうだった。ああ、だから監獄島正面に回り込むにはさっき言った二つの入り口に向かうしかないんだ。なるほど。では元街道沿いエリアに向かうということで決定ですね。どうした、赤ずきん。いや、あの時さ、ちゃんとブラッドスケルター科のことを知っていれば、そうしたらアリスに対してもっと違う的確な対応ができたんじゃないかなって。お姉ちゃんのせいじゃないよ。そうだぞ赤ずきん、あれは仕方のないことだったんだ。それにもう過ぎてしまったことだよ。あの時は僕たちは何も知らなかった。知らなかったんだ。うん、今はただアリスさんが無事であることを祈ろう。あー、リーズ。どうした、ジャック。あ、リズ、リ、あ、リズ。おい、落ち着くんだ、ジャック。ジャック、大丈夫だ。アリスは必ず見つける。アリガド。気にするな。君は身を挺して姫を守ってくれた。僕は借りは必ず返す主義だ。表情が明るいですわね。何かいいことでもありましたの？はあはあ、親指姫や白雪も元気ですの？はあ、それは何よりですわ。あら、改めて見ますとその髪飾り可愛いですわね。ありがとう。花の色が髪にとても似合っていますわ。そういえばあなたの部屋にはたくさん花があるんでしたわね。やっぱり植物の世話は大変なのかしら。あー、でもお花に囲まれた生活も素敵ですわ。どのように育てればいいのかしら。ネム、どうかしまして？シンデレラ、もう少し簡潔に答えやすい言い方にしてくれないか。どうしてですの？ほら、眠りは人に説明することよりも植物を育てることの方が得意だと思うんだ。あんまり一度にいろいろ聞かれるとちょっと戸惑っちゃうかもしれないだろう。おつう、うん、ではなんて聞けばいいんですの？
植物についていろいろ聞きたいのに。シンデレラ、あんたは植物育てたいの？親指、どこから湧いて、あ、じゃない。どうしてここに？たまたま通りかかったら話し声が聞こえてきたのよ。あの、植物。ネムの代わりに私が答えてあげる。植物の世話だけど、やっぱりそれなりに大変ですって。でも趣味みたいなものだし、もう慣れちゃったから世話するのも苦にはならないわ。何より部屋の寝心地が良くなるから植物は欠かせないの。もしも植物を育ててみたくなったら株を分けてあげるって言ってるわ。超通訳すごいですわ。親指姫はネムの言いたいことがちゃんと分かっていますのね。本当驚いたよ。眠りのあの短い言葉だけでよく今の長文になったね。まあね、姉なんだから当然よ。それにね、ネムは口数が多くないだけで頭の中ではしっかり考えてるんだから。ネムはすごい子なのよ。親指姉様、少し意外だったな。眠りはふわっとしていて、こんなにはっきりしたことを考えてるようなイメージじゃなかったから。私もですわ。意外な一面ですわね。ぼーっとしてるように誤解されやすいのよ、この子。それが私は悔しくて。だから親指は眠りが自分で話せるようになってほしかったんだな。自慢の妹が誤解されないように。まあ、せっかく妹思いなのに不器用だな。放っておいて。ただ最近考えを変えるようになっただけよ。私も妹たちに助けてもらうことがあるんだから、ネムがうまく話せないなら私が伝えてあげればいいんだって。苦手なことをフォローし合うってことか。いいね、そういうのって。ふん、はい。親指姉様。何ネム。あの、嬉しかった。ありがとう。な、何言ってるのよ。当たり前でしょ。いいですわね、姉妹で支え合えて。羨ましいですわ。姉妹がいなくたってシンデレラには僕やみんながいるから寂しくないだろう。そうでしたわね、初。なんで？納得できませんわ。ラプンツェルとシンデレラの声だわ。食堂から聞こえてきたけど。まあまあ、そう怒らないでよ。白雪たちはお二人のことを思って、ラプンツェルとシンデレラを子供扱いした。ひどい。私たちちゃんと一人前でしたよ。なあ、何をそんなに揉めてるんだ。廊下まで声が聞こえてきたぞ。あ、おつー、あかあかと白雪がひどいんだよ。私たちを子供扱いしてのけ者にしようとしましたのよ。子供扱い。いや、久しぶりに戻ってきてふと思ったんだ。危険な探索にわざわざ小さい子供を行かせることもないんじゃないかって。景色少女の仲間もたくさんいるんだしさ、別に二人は留守番でもいいんじゃないかって白雪に相談してたんだ。はい、白雪も赤姉様からそのお話を聞いてなるほどって思いました。ほら、やっぱりラプンツェルたちを仲間外れにしようとしてる。子供扱いしてる。私たちだって仲間ですのよ。まあまあ落ち着いて。
赤ずきんと白雪は悪気があったわけじゃないんだから。ラプンツェルやシンデレラのことが心配だから危険なことをさせたくないだけなんだよ。心配されるほど役立たずだということですの？屈辱ですわ。やっぱり子供扱いだ。子供じゃないよ。おつう？ラプンツェルもシンデレラも頼りになる結色少女仲間だよ。二人がいなければ乗り越えられなかった場面もたくさんあった。だけど赤ずきんたちがつい心配するのは二人が大切な仲間だからなんだ。仲間だから？そう、君たちだって僕たちの誰かが怪我をしたら心配するだろう。するよ、心配する。それと同じだよ、赤ずきんたちの気持ちも。わかるか？うん、わかる。ごめんなさいですわ。そんなこともわからずにダダをこねて。私たちはやっぱり子供ですわね。いや、こっちこそごめん。おつうの言う通りだ。確かに二人のこと子供扱いしちゃってた。そうですね。ラプンツェルさんとシンデレラさんは頼りになる一人前の仲間です。さっきの発言は撤回するよ。これからも一緒に探索行ってくれるかな？いいの？本当に？もちろん頼りにしてるよ。わーい、行きますわ。ねえねえおつう。うん、なんだ？おつうはラプンツェルたちがいなきゃ乗り越えられなかったこともたくさんあったって言ってくれたよね。あのね、すごく嬉しかったよ。私もですわ。私たちの活躍ちゃんと見ていてくれたんですのね。次の探索も頑張るからちゃんと見ててね。わかってるよ。でもあんまり調子に乗るようなら留守番させちゃうからな。捕まえられるものなら捕まえてみるがいい。待て、メルン。待てと言われて待つやつなどおらん。我を捕まえたければ力ずくで来い。言ったな。これでも食らえ。お、ちょっとびっくりした。避けられた。貴様の攻撃は確かに重いが、当たらなければどうということはないのだ。次は絶対当てるからね。行くよ。来るがよい。じかけないのかい？ああ、いきなり話しかけないでください。びっくりするじゃないですか。ぼーっとしていたのは君だろ。それより一緒に遊んできたらどうだい？そんなことありませんわ。私は大人ですのよ。それにしては随分と熱心に見つめていたようだけど。それはあんなに騒いでたら後が大変だと思って見ていただけですわ。あー、それは確かに。でしょ？だから決して私も一緒に追いかけっこしたいとか思っていませんわ。お？おつーとシンデレラではないか。あー、本当だ。どうやら見つかったみたいだね。みたいですわね。こんなところで何をしているのだ。暇なら貴様らも混ざるか。ねえねえ、一緒に遊ぼう。すまない、僕はこの後少し用事があるんだ。そうか、
ならば仕方あるまい。残念。ごめんね。代わりにシンデレラが遊んでくれるってさ。本当？シンデレラ遊んでくれる？貴様の剣客ならば敵として不足はない。さあ二人がかりでかかってくるがいい。言ったな。シンデレラ絶対捕まえようね。ちょっと待って。さらば。行くよシンデレラ。もう仕方ありませんわね。待ちなさいハーメルーン。まったく手間のかかる子だ。行くわよラプー。食らいなさい私たちの合体技を。そのロマンあふれる響きは。ゴールデンショット。まさかそんな手で来るとは。だが我を舐めるなよ。どうだこの程度へっちゃらなのだ。今のを耐えるとはやりますわね。この程度最強の我には通じぬ。メルンすごーい。こら一体何騒いでるんですか。もう、いけませんよ。こんなに散らかして。もう、すまないな。ちょっとやりすぎてしまったようだ。そうですよ。人に迷惑をかけるような遊びはいけません。なので、散らかした分は自分たちで片付けようと思うのだが。遊ぶにしても、ほどほどにしてくださいね。それでは。わらわは戻ります。怒られてしまったな。仕方ない、今日はここまでにするか。そうですわね。じゃあこういうのはどうかな。誰が一番綺麗に掃除できるか競争するんだ。うん、やる。ほう、面白そうだな。いいだろう。掃除でも我が最強だということを教えてやる。ラプンツェルも負けないよ。シンデレラもやるよね。もちろんですわ。大人の私が負けるわけありませんわ。そんなに大昔のことじゃないのに、なんかとても懐かしい気持ちになる。それだけ僕たちにとって長く険しい道のりだったってことさ。うん、大変だったね。いつだって死と隣り合わせで。ご安心ください姫。何があろうと僕が必ず守ってみせましょう。あ、そのセリフ懐かしいね。何度だって言うよ姫。何があろうと僕が必ず守ってみせる。うん、ありがとう。うむ、二人は相変わらずだな。一目もはばからず何やってんのよ。いや、その本当興味深い関係性ね。とにかくみんな不意のメルヘンに気をつけて。話そらすの下手ですね。獲物の匂い。
ちから白い闇が。ナイトメアが来ましたわ。みんな、今回はまだコアを見つけていない。だから出たな、ナイトメア。殺す。お姉ちゃん。おい、やめるんだ赤ずきん。今のナイトメアには勝ち目はない。殺してやる。ナイトメアは全部殺してやる。落ち着くんだ赤ずきん。離して、あいつを殺さないと。あら、もしかしてまだブラッドスケルター状態だって言うなら、ジャックの血を借りなければならないわね。うるさい、私は正気だ。だから離せってば。だったら今はナイトメアが倒せないってわかるでしょお姉ちゃん。次は絶対殺してやる、ナイトメア。よし、みんな、ナイトメアから逃げ切るぞ。嫌な気配が。もう安全だね。なんとか逃げ切れましたね。今回もきつかったです。ナイトメアを目の前にしながら逃げるしかできないなんて。お姉ちゃん、ごめんね。みんな、申し訳ないって思ってる。でもどうしても止められないの。ナイトメアを見ると怒りが湧いてきて、自分が抑えられなくなる。倒せないなんて頭では分かってるんだ。でも殺してやりたい衝動が体を勝手に動かしてしまうの。お姉様の怒りはとても真っ当な感情だとは思います。大切な人の仇ですから。でも倒せないって分かってて突撃するなんて、お姉ちゃんらしくない。あ、茜はみんなのリーダーみたいな存在じゃないの。気持ちはわかるけど。この怒りはナイトメアだけじゃないの。私自身にも向かってるんだ。前の私はいつも自信満々で、すぐ先走って迷惑をかけてた。それだけ腕に自信があったんだ。黎明は私が守るなんて思ってた。なのに結果はご覧の通りさ。何も守れなく。そうだ、私は何も守れなかった。だから今度こそあいつらを皆殺しにしてやる。赤ずきん。我慢ができないとは、我のライバルのくせに情けないぞ。あら、ハーメルンも十分自分を制御できてない気がするけど。そんなことはない。ハーメルンの言う通り、みんなに迷惑がかかると分かってても私は我慢すらできない。赤ずきんの気持ちはわかるよ。でも共感まではできない。だって死にたがっているようにすら見えるから。赤ずきんがいなくなっても何も生産することはできないんだ。それ
れだけは覚えておいてほしい。おつーちゃんの言う通りだよ。せめて自ら危険に飛び込んでいくようなことだけはしないでほしいんだ。だって私はお姉ちゃんが死んじゃうのなんて絶対嫌だから。そうよ、みんな茜のことが大好きなんだから、命を粗末にしないでよ。仲間のことを大切に思うなら、まずは自分のことを大切にするべきね。そうだぞ赤月、もうそんな判断はしないで自分を大事にしてくれ。わかったよ。みんな、私はみんなが大切だから、自分のこともちゃんと大切にする。よろしく頼むよ。赤ずきんがいれば百人力なんだからさ。歪みを抱えるようになってしまったのは、黎明が、いや、それよりずっと前から。あら、何を考えているのかしら。いや、どうしてみんなこんなに以前と変わってしまったんだろうって。ああ、以前話した景色少女に起きた不幸な事故の連鎖についてね。何か原因があるのかななんて思って。かぐやはどうしてあんな風にキャラクターを作らなければならなくなったんだっけ。それはシンデレラさんがいなくなり、さらには親指姫さんたち三姉妹までいなくなってしまったから。何よ、私たちのせいだって言いたいの。違います、そういう意味じゃ。落ち着け親指、君たちのせいだって言ってるわけじゃない。正しく言えば親指姫たちのせいではなく、親指姫たちがいなくなったことによる不安のせいということよ。それで残されたかぐやちゃんは捨てられないようにキャラクターを作らなきゃいけなかったんだよね。じゃあ親指たち三姉妹があんな風になってしまったのは。あんな風ってどんな風よ。貴様のその疑り深い性格のことであろう。なんせ我たちの話を信じないでいちいちケチをつけてきたものな。聞けば昔はああではなかったというではないか。あれは白雪とネムが心配で。それで皆さんに迷惑をかけるから白雪たちは反発したんですよ。そうだよ親指姉様、喧嘩はダメだってば。そうね、話が進まないからいちいち喧嘩越しにならないでほしいわね。単純に原因を考察しているだけよ。だからみんな名前が上がっても騒がないこと、いいわね。うん、責めたり糾弾したりするつもりじゃないからさ。わかったわよ。もう一度親指たちに起こったことから辿ってみよう。親指姉様が変わってしまったのはシンデレラさんがいなくなったから。ごめんなさいですわ。違う、それ誤解だった。ええ、シンデレラ、あんたは悪くない。私が勝手に勘違いしたせいだから。さっきからお互いに罪はないのに勝手に不幸が連鎖していくんだね。かぐや姫は三姉妹がいなくなったから、三姉妹はシンデレラがいなくなったから。じゃあシンデレラは？
私が博士の言葉を変に捉えてしまったせいですわ。景色少女は7人必要という言葉を8人以上は切り捨てるものだと勘違いしてしまって、そのプレッシャーでシンデレラは黎明を飛び出してしまったと。なるほどね。あの頃のシンデレラは確かにまだ不慣れで成績は良くなかったからね。でもそうするとシンデレラのプレッシャーの原因は結局は僕たちなんじゃないかな。そうだね。ふむ。そもそもなのだが、ブラッド・スケルターのことを知っておればこじれはしなかったのではないのか。ごもっともだけど、あんたに言われるとはびっくりね。無礼なやつだな。我だってそのくらいわかるわ。博士はブラッド・スケルター化について手がかりまでは掴んでいたみたいだけど、はっきりとは分かっていなかった。だから安易には公表できなかった。そうだよね、オツ。うん、ジャックの血もない状況では調べるにも限界があるからね。ジャックの血がなかったら今みんなでここにいないもんね。ねえジャック。ありがらぶねる。でもこんなこと言っても仕方ないのは分かってるんだけど、やっぱりブラッド・スケルター化を知っていればって思っちゃうよ。まあね、それを知っていたらアリスがブラッド・スケルター化した時だってちゃんと対処できたかもしれないからね。ああ、ごめんジャック、なんでもないんだよ。もしもいくつ並べても意味はないわ。だとしても思ってしまうんだ。もしもあの時ああしていれば失わずに済んだんじゃないかって。そういえば最近はあの謎のナイトメアに遭遇しないですね。カグヤはあいつに会いたいの？まさか会わずに済むならそれがいいに決まってます。曲がり角で突然ばったりなんてことが起こらないでほしいものね。そんな恐ろしい敵なんですの？戦えばこの中から死人が出てもおかしくないだろうね。確かに尋常じゃなく強かったね。だから正直なところ前の解放地区が壊滅させられた時、お通たちがいなくてよかったって思ってる。お通や人魚まで失ってたら私はもう。姉ちゃん、あいつはこれまで戦ってきたどのナイトメアとも違う気がする。そうだね、あんなに容赦も躊躇もなく破壊の限りを尽くせるなんてね。確かに我も見ただけでこいつはかなりの強敵だと思えたわ。あいつの破格の強さもそうなんだけど、僕はもっと別の何かを感じる。うまく説明できないけど。その勘は間違っていないわ。あれの行動パターンは他のナイトメアとあまりに違う。かなり異質な存在だわ。そうですよね。だって普通ナイトメアは根城にしてるエリアから出ないんですよね。あの謎のナイトメア以外には見たことはないね。で
もさ、おつ、聞いた限りじゃあんたたちは何度も遭遇してるんでしょ。なのに一度も戦ったことないの？それは戦っても勝てないから逃げて。いや違う、逃げているのは僕たちじゃない、謎のナイトメアの方だ。あのナイトメア、なぜか僕たちが目の前に現れるといつも逃げていくんだ。我の強さを見抜いたのかもしれんな。母ちゃんの強さを見抜いたとかはないと思うけど、確かに不思議だね。人魚姫！確かに動くものは破壊しなければ気が済まなそうなやつなのにね。もしかして僕たちに何かある？何かって？それが分かれば苦労しないさ。なんなら気のせいかもしれないしさ。でもそれもしかしたらかなり重要なことかもしれないじゃない。何でもいいから思い出しなさいよ。そう言われても。でも仮に何か思い当たることがあっても、あの謎のナイトメア相手に実証しようなんて無謀が過ぎると思います。それは白雪もそうだと思います。会わずに済むなら会いたくはないです。そんな弱気でどうするの。奴はお父さんたちを殺したのよ。仇を討とうとは思わないの。赤ずきん、落ち着けって。ごめん、つい頭に血が昇って。でも赤ずきんの言う通り、何かを思い出せるならいつか遭遇した時に役に立つかもしれないわね。誰かあの謎のナイトメアを見て感じたこととかないかしら。素早くて怖いやつだった。ラプンツェルがナイトメアを怖いというのは珍しいけれど。そういえばほんの少しだが言葉を喋っておった気がするのだが。確かに。じゃあジャックさんやヘンゼルさんに近い存在なのかな。けれど意思疎通ができそうな感じには見えませんでしたね。会話ができれば謎も少しは解けるかもしれませんのにね。そういえばあのナイトメア、逃げるまではまるで憎悪の塊って感じだったのに、でもいざ逃げるって時には重苦しい感情がすっと消え去ってた。まるで何かに怯えてるようにも。あのナイトメアからよく気持ちが読み取れますね。あくまで気がするでしょ。仮に確信があっても私たちにそれ証明できないでしょうしね。まあそう言われればそうなんだけどね。現段階では実証しようとしなくてもいいわ。些細な情報でも共有しておくことが大事なのだから。ま、ナイトメアの気持ちなんてどうだっていいけどね。特にあのナイトメアはどうせいつか殺すんだしさ。まあ何か思い当たる節を発見したらその時に発表し合うようにして、今は先に進みましょう。そうだね。いつまでもここに留まって考察してても危険だしね。じゃあみんな先に進もうか。なるほど、コアはこんなところにあったのか。なるほど、これがおつうたちが言ってたコアってやつね。ああ、これさえ壊せばナイトメアの不死性は消えるんだ。前に来た時にこれを壊せていたらよかったんだけどね。仕方ないさ、姫。あの時はコアのことも知らなかったんだ。とにかくさっさと壊そう。赤ずきん、待て。コアは大体万人のメルヘンが邪魔をするな。我も負けてはおれぬ。ああもうハーメルンまで。仕方ない、みんな二人に続くぞ。
なかなか強そうだな。頑張ります。やあ、が任せて。くて、そこだ。お仕事しますよ。頑張ります。それそれ、任せろ。我もいるぞ。頑張ります。はやー、私の番だね。もうちょっと待って。いくよ、遊ぼう。しっかりして。行きますよ。それ任せろ。いい感じ。頑張るね。とりゃ行くぞ行くぞ。出番だね。行きます。本気で行きます。頑張る。逃がさないよ。頑張ります。あ、それやるぞ。力がみなぎる。よし来た。行くよ。手当てするね。頑張ります。それ行きます。すっごいよ。遊ぼう。行くよ。はあ、よし来た。頑張れ。頑張る。逃がさないよ。ラプンツェルたち、すごい。みんなのおかげだね。番人はもういないみたいだね。ふん、立ちふさがるだけ時間の無駄だっての。赤ずき、圧倒的でしたわね。さすがは我のライバル。このくらいでなくてはな。このくらい全然大したことないよ。また敵が来る前に早くコアを破壊しましょう。それもそうだね。赤ずきん、よろしく頼む。じゃあ破壊するよ。これでまた監獄塔が伸びてるといいんだけど。メアが苦しんでるのが伝わってきたんだ。本当に？気のせいなんじゃないの？気のせいじゃないと思うな。だっておつーちゃんだけがジャックさんの言葉や心をちゃんと分かってあげられてるんだもの。そうね、つーはジャックのたどたどしい言葉を他の人より理解しているわね。だからこそ一緒の部屋で過ごしているんだしね。でもどうしておつーだけナイトメアの感覚がわかるんだろう。どうしてと言われてもなぜか分かってしまうとしか。おつーにだけ備わっているなんて謎よね。でもそれを言うなら私たち結色少女の存在自体が謎なんじゃないですか。確かにそれは言えてるかも。
ブラッドスケルター化なんて普通の人間には起こらないことだものね。そういえば昔、私たちには両親がいないって話になったよね。そうだね。少なくとも僕には両親との記憶が一切ない。確かに明確に記憶を持ち合わせてはいないですけど、ラプやハーメル、それにグレーテルはどうなんですの？両親？よくわからないけど、ラプンツェルは一人だったよ。我も両親などはおらぬぞ。生まれた時から勇者を宿命づけられた孤高の存在というやつよ。最初は魔王だったくせに。私にだって両親はいないわ。ヘンゼル兄さんはナイトメアだったし。じゃあ皆さんも両親がいらっしゃらないんですね。少なくとも気づいた時には一人だったな。気づいた時か。僕はどうだったかな。姫だ。僕は意識を持った瞬間からただ人魚姫に会いたいと思っていた。おつーちゃん。さすがおつーって感じだね。生まれた時からなんて、それってもうストーカーの領域よ。失礼だな。愛だよ、愛。確かにそれは筋金入りね。ラプンツェルも人魚大好きだけど、おつーには負けた。ラプも相手が悪かったね。でもみんな大好きだからそれでいい。いい子たちばっかりでお姉さん嬉しいよ。どうしたグレーテル？別に、少し考え事をしていただけ。それよりそろそろ先に進んではどう？それもそうだね。よし、みんな行こうか。白い闇が出ましたわ。ほう、ようやく現れおったな、ナイトメア。ブー、今度こそこっちの番だ。死ぬ覚悟はいいか、ナイトメア。赤月、分かってると思うけど冷静にね。大丈夫だよ、オツ。私はこの上なく冷静だよ。ちゃんとナイトメアが苦しむ殺し方をするから、よく見てなさい。お姉ちゃん、一人で行かないでね。赤ずき、まずは周りの部位を破壊して弱らせるんだ。そうしたら一気にみんなで畳みかけることができる。分かったよ、おつ。期待しておるからな、我の永遠のライバル赤ずき。じゃあみんな、うまく連携して V を破壊しよう。調子がいいです。行きますよ。それ任せて、任せて。これでも受けてみろ。体が熱くなって、始めましょうか。とりゃあ行くぞ。頑張れ。行けます、行きます。とりゃあ頑張る。逃がさないよ。うわっ、遊ぼう。やあ、始めましょうか。行くぞ。やるぞー。
丸裸も同然よ。無様な姿、見苦しいのより見苦しくなる。しかしさすが我のライバルだな。怒りで動きは荒くなっておるが、それでもあの強さだ。本当、圧倒的。おかげで勝利が目前になったよ。よし、みんなの連携もうまく取れてる。今がチャンスだ。一気に行こう。みんな絶対勝とうね。出番ですね。やあ、力が湧いてきます。出番ですね。任せろ、頑張れ。行くよ。行くよ。やるぞ。手当てするね。お仕事しますよ。行きますよ。それ。よし。行くよ。遊ぼう。乗ってきてます。行きます。はやー。私の番だね。乗ってきました。行きますよ。よし、来た。最初の雪辱をようやく果たしたってところだね。赤月、大丈夫か？私は
大丈夫。以前は逃げるしかなかった。ナイトメア、本当に倒せるんだね。これならお父さんたちの仇を取れる。監獄島は伸びたか？ここからだとちょっと近すぎてよくわかりませんね。行ってみればわかるんじゃない？どうせ今から向かうんだし。それもそうですね。ついに監獄島に足を踏み入れるんですのね。どうしたシンデレラ、浮かない顔をしよって。ここよりもさらにたくさんのメルヘンやナイトメアがいるのかなって思って。それで。大丈夫だよシンデレラ、ちゃんと慎重に行くし、それにこっちにはこれだけ景色少女が揃っているんだ。気合入ってきたんじゃない？白雪も監獄島に入る前から気持ちで負けないように頑張ります。よし、じゃあみんな先に進もう。ここを越えたら監獄島の入り口だね。うん。この先が奴らメルヘンやナイトメアの本拠地ってことだよね。我たちの悲願の脱獄ももうすぐそこって感じであるな。ただ監獄島の正面はさすがに厳重な警戒がされているでしょうね。うん、以前の監獄島の裏口と違ってこっちは敵がたくさんいるって考えた方がいいと思う。慎重に行こう。特に赤ずきん、たとえナイトメアを見つけても突っ込んでいかないでくれよ。わかってるってば。冷静さを保つよう努力するって。どうしたんだ姫。アリスさんどこにいるのかなって思って。これまでいろいろな場所を探索してきたけど、アリスさんだけがまだ見つかってない。だからちょっと心配で。アリス、大丈夫だよジャック、心配いらないからね。アリスという人が生きているならおそらくブラッドスケルター化してるはず。うん、そしてその状態ならいろいろなエリアを動き回ってる可能性もある。これまで見つかってないのは偶然鉢合わせてないだけだと思うよ。そうだよね、きっとアリスさんは今もどこかでちゃんと生きてるよね。うん、僕たちはこれから監獄島に入るけど、このまま脱獄するわけじゃない。脱獄するときはちゃんとマモルたちも連れてこねばならぬしな。ハーメルンの言う通り、拠点の人たちを連れていくルートの確保も必要だしね。アリスだってもちろんちゃんと捜索する。だから心配しなくても大丈夫だよ姫。うん、ありがとうおつーちゃん。でも実際アリスはどこにいるんだろう。意外と近くにいたりするかもしれないね。とにかく絶対にアリスを見つけるよ。私はここよ。え、今の声どこから？ジャック、おいどうしたんだ。落ち着け、一体なんでそんなに焦ってるんだ。声が聞こえたわ。そう、
あれはジャックの声だった。ジャック？ジャックはどこ？あなたは。まさか、本当に？あなたたち。アリス！